よし、オッケーハズブドマーベルレジェンドからウルヴァリンの紹介だ今回も85周年記念のやつですね。で、横見ると、まあすぐ分かりますね。あとシング X メンのウルヴィです。では、開けていくぜ。もうね、楽しみなマーベルレジェンド、多すぎますね。今後もどんどん控えてるんで、さてて、こい、ジェームズ・ハウレット。お 今回もアップデートされてますねおーかっけなおーなよしではね中身の方すべて取り出していきたいと思いますまずは全体これ今回も新素体が用いられていますねこの素体めちゃくちゃかっこいいでちょっと過去のやつ取り出してみると まあ過去って言ってもこれ発売されたの最近でこれはこれで新素体だったんですけどそれと並べてみると全然違いいいますね流用箇所なななんじゃないのかなウルバリンって結構素体流用されたりするんですけども今回のは全体的にアップデートが図られていますね。腕に寄ってみると 太さや長さが違うので流用じゃないこと分かりますねそしてこの腕毛こちらは造形はされているんですけど塗装されていなくてで今回の塗装だけかなと思いきやちゃんと腕毛造形されていますね。で見えますかねそんな塗装前に行くほど薄くなってるんですね。この辺の辺リアル感も再現されている このウルバリンはアトニシング X メンという作品に登場するウルビーで X メンという長く続いたシリーズをここらで一旦仕切り直そうと原点回帰リスタートしたのがアトニシング X メンなのでモダンなコスチュームデザインになっていますね個人的には初期の頃のようなこのパンツスタイルの方が好きですけどもねご覧くださいこの頭部 <laughs> 進化が止まらねえ 発売前に最高の完成度の頭部パーツなんですがこれまたさらにアップデートされていてバチクソかっこ,いいっす、ね、この髪の毛の跳ね具合ここいつもよりおとなしめなんですけど原作でもこんな感じなのでその辺しっかりと再現されていますねいや素晴らしいわ今回もこちらはマスク顔でしかも食いしばった表情になっていていやこれもめちゃくちゃかっこいい ウルバリンには叫び顔食いしばり顔は必須パーツなので毎回つけてくださいお願いしますで髪の毛同様この黒い部分おとなしめなんですよねさっきも言ったんですけどここしっかりと原作を再現しているめちゃくちゃかっこいいかっこいいんですけど個人的に一つ気になった点がですねあの 白目が小さい <laughs> まあ原作もね通常時これぐらいの大きさなんですけども先頭になると白目大きくなるんですねなんで食いしばり顔なら白目もう少し大きくしてほしかったかなこちら新素体とはいえ頭部の方過去のものと一部すげ替えができるのでいろんなバージョンのウルバリンで遊べるこれはめちゃくちゃ嬉しい可動範囲を見る前に一つちょっと動かして遊んでいたんですけど コスチュームのこののこ青い部部分分塗装なんですすねね腕の部分見えますか、ね、その青い部分が腕と擦れて塗装が剥げるというか色移りしてしまっているあのマーベルレジェンドで塗装剥げ気にして遊びたくないですよねましてやこれガシガシ動かすウルバリンなんでねうんまああの見た目がいいんでねこの辺いたしかいしいとしいしといったところかでは改めて 頭部後ろへはこうで下へはこうでぐるりと回ってこのように傾き取れて肩バタフライ機構がありましてこれぐらい稼働できますで水平はここまでいけてぐるりと一緒ねこのショルダーパッドこの関節の奥に装着されているのでこのように稼働の妨げにならないようになっていますね二の腕バイセプスあって肘がここまで回って。 手首はいつもの可動ですねで、胴体の方接続箇所は胸でボールジョイントでお腹ですねそれを踏まえて後ろへはこうで前はこうで胸でこのようにぐるりと一周できます股関節は引き出し機構はなしですねそれを踏まえて前はこうで後ろへはここまで行けてまた割りはここまでできてももにロール 膝も二重でここまでで,で、ここもちょっと気になった点で、ブーツ、動かないんですね。ここね、ちょっと動くと動かないのでは、ポーズした時の迫力に差が出るんですよね。で足首、後ろはこうで、前はこうで、つま先はなしで、このように傾き取れて、設置性も抜群。 交換用手首パーツは開いている右手と指をさしている左手なんですけど原作で指をさしているシーンありましたっけねあったとしても印象にないですね。でグーの握り手が左右分。でねこのクローの方ついてる方も握り手なんですけどこちらクロー別パーツでまあポロリはしないんですけどこのねずれやすいんでもうこっちグーパンあるんでクローの方 接着ししててあげももいいいかもしれないサイズ比較フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアン・スパイダーマンコミックバージョン。 はい。では、終わります。今回もありがとうバイビー